天部は仏教において天界に住む者の,の総称。天、諸天部、天部神ともいう。インドの古来の神が仏教に取り入れられて語法神となったものである。盆天、大尺天、吉祥天、弁祭天、祈礼天、岸も神、大国天、四天王、龍王、夜叉、聖天、金剛力士、板天、天龍八部衆、十二神将、二十八部衆などの 天部が存在し、危険天部と、武人天部に二分される。仏教の存在においては、如来、菩薩、明王、天という四区分の四番目にあたる。サンスクリット語のデーバは、神に相当する語であり、インド神話の天空神ディアウスや、インオーソ語を介して、ラテン語、キリスト教のデウスやギリシャ神話のゼウスとは、同根語である。中国において、天と訳され、 日本語においてもそれが踏襲されている。天部が住む世界も、天と訳されるため、漢字文化圏ではしばしば混同される。天部の、部は、部門、グループというほどの意味であるから、天だけでも意味が通じるはずだが、例えば仏像を指すときには、日本語では、天像とは言わず、天部像と言い習わしている。なおデバは、天人、天人とも訳すが、その場合は多少ニュアンスが異なる。 ゾロアスター教においては令和に相当する大英和は悪心、悪魔に位置づけられている。天部諸村のルーツである古代インドのバラモン教の神々は宇宙の創造神から悪霊鬼神の類に至るまで様々である。そのうちには男性神、女性神、鬼神系、天女系、力士系、武将型など様々な形態や性格のものを含む。仏教の信仰。 造造の対象となっている、広い意味での、仏は、その由来や性格に応じ、如来部、菩薩部、妙王部、天部の4つのグループに分けるのが普通である。如来とは、仏だと、道義で、悟りを開いたもののい、菩薩とは悟りを開くために修行中のもののい、なお謙教では、10回を立てて、本来は、妙王部を含まない。これに対し密教では、自称隣人、消防隣人、 強梁隣人の三隣人説を立てて、その中の、妙王は、強梁隣人で、如来の化身とされ、説法だけでは強化しがたい民衆を、力ことごとくで強化するとされる。そのため、奮怒といって恐ろしい行走をしているものが、多い。以上三つのグループの諸村に対して、天部に属する諸村は、仏法の守護神、福徳神という意味合いが濃く、 現世歴的な信仰を集める者も多数存在している。天部の神を代表する者に、盆天、大尺天、持国天、増長天、項目天、多門隆史の四天の、弁祭天、大国天、吉祥天、板天、マリシ天、関帰天、金剛力士、吉穂神、十二神将、十二天、八部衆、二十八部衆などがある。数尊を集めて、 誤法や守護神的な威力を高めたものとして、四天皇、八部衆、十二天、十二神将、十八部衆などが挙げられる。安置形態としては、寺院の入り口の門の両脇に安置される場合、本尊の周辺や仏壇の周囲に安置される場合など様々であり、微射門天、弁斎天などは道の本尊として安置され、数形の対象となっている場合もある。 天武の神々は、釈迦時代以前から古代インドで祀られてきたが、多くは各地の民族や部族の神々であった。それらの民族神は、作物法上から魔物大散などの他に、特に戦勝を祈る、公戦的な神々が目立ったため、仏教経典においては、公戦的な神々をも、仏陀の意向に服し、仏法のもと、人々を守護することを誓ったと説く。そうして、 仏教を信仰する国の人々を俊語する守護村となったとされる。日本では仏教伝来以降、奈良時代から神護国家の寺院に祀られた。五国協典の金光明行にちなんで、国分寺は金光明四天皇五国の寺と呼び、神護国家の役割を期待されていたほどである。なお、現在でも国分寺の正式名称である。ありがとうございます。